100均の箱が破壊したそうです。タイヤが邪魔すぎて、うん、タイヤの後の場所とかぶったら、うん、一応今の段階で、うん、下の収納が全部だった。今こんな感じ、下の方は割とパンパン。俺のバンコベッドだって今空いてる状態ですね。うん、ありがとうございます。ごめんね、お帰り。どうしよう、コンビニとか行ってたら。ね、携帯置いてきたでよ。これ持って行きますか、捨てていいですか。捨てます。これ捨てます。バーテンダーの思い出。あ、プロテイン飲んで運動する？それではシャカシャカしないでしょ。え、これシャカシャカしてたで、俺。うん、してたけど、それ、それ用じゃないでしょ。汚れやつ、持っていこう。今日から、キャンピングカー出発いたします。じゃあの荷物は一部置いていっていいということですので、タイムこんな感じです。お風呂スピーカーがついてました。で、独立洗面台こんな感じです。あ、ブレーカー忘れてた。